M1927-76mm 不評法。不評法とは、不評に対する直接火力支援を行うため不評化が独自に運用する火法の一種。多くの対戦車法と同様に、砲兵化の管轄化ではないことが最大の特徴であり、比較的小型軽量な榴弾法であることが多い。英語ではしばしば IG と略される。講義には迫撃砲を含むが、一般に、 不評法と呼ぶ場合は、閉鎖機と中退複先を持つ通常形式の火砲を指す。不評法の機能は、不評が、統治か、機関重陣地、戦車など、標準装備である、消火器では、対処が困難な敵目標に遭遇した場合、これに打撃を加え、無力化することである。本来、法の運用は、専門の砲兵の任務であるが、頑強な敵陣地や、 戦車の攻撃に遭遇した不評部隊が現場から砲兵に連絡するには、前線不評部隊司令部砲兵司令部砲兵の現地部隊という正規の経路では時間がかかりすぎた。まして無線がなく、作戦連絡を有線電話か伝令に頼っていた時代は、なおさらであった。そのため、不評部隊の前進に随反し、不評自身が扱える。 軽量で移動性に優れた火砲がどうしても必要であった。そのため不評法は1頭か2頭の馬、あるいは人力でも移動できる、軽量性と機動性が最優先で設計され、射程や威力は犠牲にされた。日本の不評法の射程や威力は、砲兵の用いる同クラスの後継の榴弾砲よりも小さい場合が多いが、これは敵陣に対する直接射撃など、 比較的近距離で用いられることと、不評化と砲兵化の管轄争いの結果、砲兵化の量分を犯さない程度に性能が抑えられたものである。その程度は、各国陸軍部内における両陛下の発言力など国によって異なり、ドイツでは、合計150ミリの強力な大型不評法も運用された。また三法は分解搬送が容易で比較的軽量であることから、 不評法用途にも適しており、旧式化した三宝を不評価に融通転用した例も少なくない。現代では RPG など打撃力に優れた携帯用不評価機が普及したこと、また無線の発達で航空支援が迅速かつ容易になったことで不評法という分類の過法は完全に廃れた。ベルギー、フランス、ドイツ国、イタリア、日本、ソビエト、連邦、アメリカ合衆国、イギリス。 ありがとうございます。